松山市清町のカフェギャラリーレモンソルトで、佐川盛弘、松山春秋、パステル水彩画展が開かれています。かつて道後のボランティアガイドを務めていた佐川さん、特にお気に入りだった春の桜や秋の紅葉など季節で彩られた松山道後の表情を多くの人に見てもらいたいと今回の展覧会を企画しました。まあ、ここの大宝寺の乳母桜、はい、これあたりはもう毎年書きに行ってますけど、やっぱり魅力のある桜です、はい、それから、まあ、近くですけど平和通りのイチョウも毎年も、もう定点観測のようにして書いております、はい、見ていただいてなんかほのぼのとした気持ちになっていただけたらいいんじゃないか思いますが、はい、会場には水彩画とパステル画合わせて18点が展示されており、どの作品からも季節のぬくもりを感じることができます。再来年米寿になりますので、まあ、その時には私普段パステル画を習いに教室に通ってるんです。したがって風景画だけじゃなくて人物とかそれから生物とか、そういうふうなものも描いて、まあ、花とかいうの描いてますので、まあ、そんなも含めて、展覧会ができればしたいなと思っております。佐川盛弘、松山春秋、パステル水彩画展は9月27日までカフェギャラリーレモンソルトで開かれています。